こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ローライのですね、レトロなフィルムコンパクトカメラボディ、ローライ35になりますね。はい、ご覧のようにですね、非常にコンパクトで可愛いルックスになってまして、女性などにも人気があるレンズになってますね。こうレンズを引っ張り出してロックして、撮影していただきます。露出計がこの上についてまして、ここから光を読み取ってますね。はい。非常に元気よく露出計も動いてますね。でもってですね、この正面のこう構えてもらって、右側のダイヤルがこう絞りになってますね。ここのボタンをこう、下側にあるボタンを押しながら動かしてください。こう絞りが動いているのが、こう、お分かりになると思いますね。左側のダイヤルが、これがシャッタースピードですね。はい、500分の1から、こう、低速の、はい、2分の1秒、バルブまでありますね。はい。シャッターボタンがこちらで、シャッターを押してもらって、この、巻いて、取って、巻いてという、繰り返しになりますね。ピントがですね、こちらはですね、このファインダーを覗きながらピントを合わせる方式ではなくて、こちら目測になるんですね。だいたい人物を撮影するときには、この、一応フィートなんですけれども、こちら6に合わせてもらって、風景とかはこの20とかに合わせてもらうと、だいたいですね、メートルで言うとこの6っていうのが、6フィートが2メートル。この20っていうのが、まあ、8メートル以上という感じになってまして、人物、風景、人物、風景というふうに覚えておいてもらえれば、だいたいピント合わせられると思います。レンズ保護用のフィルターがこうついてますけれども、はい。レンズはですね、テッサー 40mm というですね、レンズがついてますね。非常にこう、レトロなですね、趣のある写真が撮れますので、ぜひですね、ご使ってみていただけたらと思いますね。はい。はい。撮影するときにはですね、こう引っ張り出して、撮影してもらうんですけれども、これをですね、必ず右側にロックして撮影してくださいね。で、畳み込むときには、まあ、レンズを引っ込ませるときには、ここのボタンですね、これを押しながら左に回して引っ込ませるっていう感じになりますね。撮影するときには、こう引っ張り出して、右側にこうグッと回してロックしてもらいます。はい。フィルムを入れるのはこの下側のダイヤルですね。これをグッと上げても、このスイッチですね。これをグッと上げてもらって、こう、全体的にスライドする形ですね。ここにフィルムを入れて、フィルムを、パトローネを入れて、フィルムをこう通して巻き込んでもらう感じですね。で、パタッと挟んでもらうんですね。はい、こんな感じになっております。はい。この露出計がついてるんですけれども、ですね、こう、絞りとかシャッタースピードをこう動かすと、この先の丸いオレンジ色の針がこう出てくるんですけれども、はい。この露出計の白い細い針に、この、絞りとかシャッタースピードとか動かすと、こう動く、この先の丸い針ですね。これを合わせてあげることで、適正露出が得られるという仕組みになってますね。はい。今、こう、ライトが当たっててとても明るいんですけれども、大体、屋外ですね。日中の屋外ですと、絞りが 5.6 の125分の1とか60分の1ぐらいだと思いますね。日陰に入りましたら、ちょっとですね、明るめにしてもらって、絞りの 3.5 とか4とか。で、ですね、30分の1とか60分の1ぐらいで、適正露出が得られると思います。はい、30分の1以下にですね、ちょっとシャッタースピードを下げると、ちょっとブレる可能性が高くなるので、そうですね、30分の1以下にはしない方がいいですね。はい。と、まあそんな感じですね。だいたい露出計通りに撮ってもらって大丈夫ですね。カラーネガー程度でしたらですね、この露出計通りに、測って撮ってもらって大丈夫ですけれども、モノクロフィルムとか、カラーポジフィルムですね、ちょっとラチチュードがシビアな、フィルムをお使いになるときには、単体の露出計をお使いになってください。あくまでもこれはですね、簡易的な目安の露出計になりますので、露出計
こちらのですね、数値がちょっと単体露出計と違うよというふうな、保証はできませんので、ご了承ください。はい。ということで、はい。ローライのコンパクトフィルムカメラボディですね。ローライ35になっております。人気の高いですね、ボディになっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。